ギガチームアイギス。光にはどんな時だって影がつきまとう。無言のまま忍び寄る悪意、背後から押し寄せる闇。戸惑ってること忘れるくらい日常は今で見せる笑顔。そんな小さな幸せを抱きしめるたびに強くなれるよ。リブと存在証明、太陽は沈み昇る。また新しい伝説となりきらめいた。恋する乙女を守る盾となろう。駆け出す不安なその手握って、君の待つ未来まで。乙女と守護の盾、リブート・ザ・シールド・ナイン。というわけで、こんにちは、イックです。今回男性向け恋愛アドベンチャーゲーム遊んでみようかと思います。これね、実はね、もともとエロゲーだったんだって。で、なんでそんなに興味持ったかというとね、エロゲーだったのはちょっと後で知ったんだけど、新作ゲーム情報いろいろ探してて、そのあらすじにちょっと惹かれまして、こっちのマニュアルから読めるんだけど、タイトル画面からマニュアルいけるのって、これ別のゲームでも全部常備してほしいもんだね。あらすじ読むね。アイギスとは全ての邪悪を払う盾だと言われている。主人公キサラギ囚人を所属する組織アイギスには2つの顔があった。一般家庭から一流企業まで幅広く活動を行う警備会社としての表の顔、もう一つは対象の護衛を時には非合法の手段を用いてでも行う守り屋としての裏の顔。特殊要人護衛課に所属する新人エージェント木澤修司は、その小さな体格からは想像もつかない驚くべき運動神経で、これまで幾人もの要人護衛を成功させた成長株である。そんな修司に下った新たな護衛任務は、なんと女装して全寮制女子校に潜入し、女学生として生活しながら対象を護衛せよというイチャすぎる内容だった。無理ですって、つーか無理だ、俺男ですってば。慌てふためく修司の肩を彼の上司は優しく叩く。大丈夫、お前ならきっとやれる、だってこんなに可愛いし、よしよし。そう、修司は小さな体育だけではなく、中性的な顔立ちにトーンの高い声の持ち主、一見するとボーイッシュな女の子に見えなくはない。嫌がる修司を無理やり現場へと投入するアイビス。そして修司は出会う護衛対象となる女の子たちに、決して自分の正体がバレてはいけない、決して自分が男だと悟られてはいけない、そして護衛対象を守り抜かなければならない。女学生沼田妙子として潜入した修士を待ち受けていたのは禁断の花の園、全てが女子で覆い尽くされたキラの空間。すでに学院へと潜入している同業者と敵のエージェントが入り乱れ、学園にはスリリングな毎日が溢れ返っていた。時には学院祭、時には調理実習と女学生らしい生活を送りつつ、毎日の女装に気合を入れ、修士は日々護衛対象となる女の子たちを守り続ける。果たして修士は彼女たちを守りきることができるのか。木澤修士と女の子たちとの奇妙な学院生活が始まろうとしていたっていうね。なんかこう女子校に潜入するっていうのは、まあ漫画とかでもよくあるんだけど、ゲームであんまりやったことないなっていうのと、あとこう敵のエージェントも入り乱れてるかもしれないっていう、なんかこうエージェントとしての護衛任務も兼ね備えてるっていう点がちょっと面白そうだなと思って、体験版やって、で体験版ちょっと途中で止めて製品版買うに向きました。
まあ、そんな感じでやっていきましょう。ではスタート。シールド9、状況を報告しろ。こちらシールド9、今のところ異常ありません。油断はするな。常に神経を尖らせろ。シールド9、今のお前は文字通り盾なのだ。それを忘れるな。了解。アイギスの名にかけて。よし、通信終了。引き続き任務に当たれ。守ってみせるさ。俺が必ず。ご覧ください、どこを見渡しても人、人、人、ものすごい人だかりです。道路を完全に埋め尽くしています。そして見えますでしょうか。今私の背後に立っている人物こそこの人だかりの中心点、まさに台風の目。全米チャートの頂点に君臨するアメリカの歌姫、セシリアです。初主演を飾るハリウッド映画マイティーガードの PR のため緊急来日。セシリアロースがいます。ああ、押さないでください。皆さんしっかり押さないでください。モノクちゃんさえのリポーターの背後でその歌姫はにこやかに手を振っている。お脇をがっちりとボディーガードに挟まれています。あの予告状を懸念してのことでしょうか。命を脅かす予告状が来てもなお彼女は来日を取りやめませんでした。そして今もファンたちに囲まれてにこやかに笑顔を振りまき握手とサインをしています。なんという度胸、なんという勇気。ファンサービスが旺盛なことで有名なセシリアは集まった多くのファンに対し花のような笑みを浮かべて優雅に手を振った。握手を求められれば極力応えようともする。ボディーガードたちは歌姫のファンサービスに焦りを隠せない様子で慌ただしく動き回っている。無理もない、彼女は今命を狙われているのだから。ミス・セシリア、ウェルカムトゥジャパン。はい。うわぁ、すごい声。今私の声がスタジオに届いているかわかりませんが、とにかくすごい歓声です。セシリア、視聴者のファンにメッセージを。日本の皆さんに会えて嬉しいです。日本語ペラペラです。私の初主演映画マイティガード、ぜひ一つよろしくお願いします。そう、彼女は今命を狙われている。ことの発端は3ヶ月前に遡る。以前セシリアと握手をしたファンの男が自分たちは相思相愛に違いないと勘違いし、ストーカー行為の走りという事件が起こった。まあこういうのにはつきものよね、勘違いする熱烈のファン。セシリアにつきまとい、住居不法侵入まで犯し、ついに犯人は逮捕された。だが話には続きがある。その後裁判にかけられ、犯人に下された判決はセシリアの半径5キロに近づいてはならないというものだった。この判決に怒った犯人はついにセシリアの命を狙い始めた。I'll murder you and then kill myself. This is the only way we can be together forever. 流暢な英語。ちゃんと訳があるのありがたいね。君を殺し僕も死ぬ。二人が永遠に結ばれるにはもうこの方法しかないんだ。そんな身勝手な殺人予告状がセシリアの元に届いたのが6日前のこと。しかし彼女は命を狙われていると知りながらもその身を安全な場所に隠そうとはしなかった。だって姿を隠しちゃったらファンに会えなくなるでしょ。そう言って彼女は来日スケジュールを観光した。危険と知りながら危ないよ。ストーカーのせいであのジューシーな神戸ビーフが食べられないなんて、そんなの耐えられない。ファンの人気よりも食欲とも彼女は言った。親日家の日本食好きで有名だった。セシリアさん、サインを、サインプリーズ。ファンから次々とサインを求められ、差し出された雑誌や写真集、グッズなどにペンを走らせるセシリア。実況なん、生セシリアマジかわいい。はい、こっち見て。私も今ゲーム実況中なん。本当
スマホで動画を撮るもの、写真を撮るもの、それらにもセシリアは満面の笑顔を向けていた。サインを書きながらファンサービスまで。ほんとセシリアは優しいですね。そうしている間にもセシリアは流れるようにサインを書いていく。その彼女がふと足を止めた。あら、キュートラボーイ、あなたのサインが欲しいの？にっこり顔かわいい。え、あ、いや、俺は日本人、遠慮する、よくないです。子供はもっとオープンでないとね。子供ってなんとも微笑ましい光景です。学生服の可愛い少年です。セシリアが男の子にサインをしています。映画よろしくです。ステディなガールフレンドと見に来てね。彼女が茶目っ気たっぷりの笑顔を少年に向けた瞬間、遠くのビルで何かがキラリと光った。スナイパーライフル。セセリア。 No. Stop. Don't you dare smile for anyone else but me. やめろ、やめてくれ。僕以外の男に微笑むのはやめろ。セセリア。Is mine. 僕だけのセシリア。はあはあ、向こうの英語で言うとハフハフ的表現になるんだね。今君を天国に連れて行ってあげる。心配しないで、僕ももうすぐそっちに行くから。ぬめる油汗を拭って、男は銃のトリガーに指をかけた。セセリア。ジュン。セシリアの悲鳴。それまでの前の歓声がピタリと止まった。一瞬の静寂の後。今、一体何が起きたのでしょう。少年が急にセシリアの前に。緊急事態のようですが、状況は？パーンとしてます。パーンと。突然出来事に人々は本能に危機を感じ、悲鳴を上げながら散り出した。狙撃だ。セシリアが狙われた。向かいのビルの5階だ。ボディーガードたちがセシリアの周囲に立ちはだかる。防弾の壁として、肉壁として。 M700 ボルトアクションライフルか。学生服を着た少年の眉間に深いシワが刻まれる。少年はさらに周囲を警戒した。飛んでくる弾は一発とは限らない。次の弾丸を装填し、今でもこちらを狙って。全身を集中させていると、少年の耳にレポーターの声が入ってくる。一別すると、非常にもマイクを持ち、事件を報道するしようとする姿が見えた。何者かがセシリアを狙撃した模様です。少年がいきなり飛び出て、学生カバンで弾を受け止めました。信じられません。信じられない。超反応だね。少年じゃない、おばさん。え、今何か。シールドナイン、こちら本部。狙撃手の無力化に成功した。対象の安否を報告しろ。こちらシールドナイン、対象は無事です。よくやった。ミッションは終了だ。帰還しろ。了解。シールドナイン、帰還します。助かったの。セシリアが少年のそばに歩み寄った。ええ、もう大丈夫です、ミス・セシリア。犯人は抑えました。もう安心ですよ。あなた、ファンのボーイじゃない。あなたが依頼したアイギスのガーディアンです。あなたのような幼いボーイがアイギスのガーディアンなんて。幼いって。これでも成人男子で、学生服はガード用の変装で、童顔気にしてるのに。パシクリとまわたきをして、セシリアは少年を見つめた。ボディーガードの男たちも信じられないといった表情を浮かべ、肩をすくませている。
これボディーガードとは別にアイギスの面々がいたって感じね。ありがとう。いえ、あなた方がいてよかった。任務ですから。ボーイなのにクールなのね。成人男子です。私すごくドキドキしちゃった。セシリアさんなんか急に日本語流暢になっちゃった。お大名からの突然の抱擁に彼の体は硬直した。押し付けられた豊満なバストにダーダーと冷や汗をかき始める。あなたがいれば怖いものなんてないわね。こんなに可愛いのに頼もしいのね。あの、に任務中です。あら、もう安全なんでしょ。しかし服がぐっしょになるまで汗をかき、ろれつが回らず焦点も定まらない。セシリアはそんな任務一筋の少年を可愛く思い、とびっきりのプレゼントをすることにした。本当にありがとうね。ぶっちゅー、うんごー。それは唇を強く押し当てたキス。全世界のセシリアファンが殺意を抱くであろうゴージャスなプレゼントを受けて、少年はああこっちに倒れてくる。あ、少年くん血だ。少年って連呼するな。これでも成人男子。うん。あらら、鼻血出して倒れちゃった。チーン。少年はそのまま意識を失った。ダハハハハ、何度見ても笑える。この爆笑でつられてにやけちゃう。シールドナイン、鼻血を出してぶっ倒れるムービー、エンコードして DVDR に焼いとこう。やめてあげて。これは顔文字かな。これは低い服とこめかみのあたりが痙攣する。そんなに楽しいですか、人の不幸が。めっさ楽しいよ。キラキラやめろ。ああそうかよ。ぷいっと顔を背ける。畜生、誰が立案した作戦であんな目にあったと思ってるんだよ。怒るなよ少年。俺少年じゃありません、立派な成人男子です。っていうかその映像を消してください。早々に、今すぐに。新米エージェントの活動記録を保存し分析するのは上司の義務だぞ。あ、なにその目、反抗的、ムカつく。女子か。唇とんがらし女子か、可愛いな。本当も気のせいです多分。ふうとため息をついて、俺キサラギ修士は学ランの第一ボタンを外した。さっきから窮屈でしょうがないんだ。この服は指示されて仕方なく着たのだが、今更ながらなぜか学生服かと疑問が湧いてくる。さてご苦労だったな修士。クライアントもお前の活躍には満足していたぞ。アイリスの名に恥じない素晴らしい働きだった。ありがとうございます。ぺこりと頭を下げる。やはり褒められるのは嬉しいもんだ。でもね、最後がね、鼻血出してぶっ倒れるってのはね、めっちゃおちょくってくるな。ほんとまあ、やっぱこの声優さん、こういうちょっとオカマチックな演技得意よね。ほんとく、まだ言うか。ま、最後まで油断大敵ってことだ。どんな時でも最後まで気を抜かない、チューされても気絶しない。相変わらずか、女が苦手なのは。いい加減慣れたらどうだ。別に苦手ってわけじゃないです。ただそのあまり免疫がないというか。そういうのを苦手と言うんだよ。苦笑しながら目の前の彼はジョリジョリと顎ひげを撫でた。ジョリジョリ、彼の名前は神崎恭一郎、もしかすると偽名かもしれない。
俺は彼を課長と呼んでいる。なぜ課長かって？それにはまずこの組織の話からしなくてはならない。ここは警備会社アイギース。一般家庭から一流企業まで幅広く警備を行っている、そこそこ有名な警備会社だ。あくまで表向きはだが、すごく普通の警備会社を営む一方で、アイギスは別の顔を持っている。警察を信用できない特殊な要人の護衛を請け負い、場合によっては銃器の装備を行うこともある非合法の守り屋としての裏の顔。それがアイギス。その1セクションである特殊要人護衛課がここなのだ。まあ俺と課長の間からは他にもいろいろと複雑なんだが、仕事の内容が内容だけに、ここには様々な経歴を持つ者が集まってくる。元軍人だった者、傭兵だった者、一度は犯罪に手を身を染めたことがある者、互いに過去は詮索しない、それがルールだ。なんですか？やっぱりいい。その学生服似合ってる。超最高。グーッ。本当も組織はかっこいいのに上司がこれよ。本当も親指を立てて褒める課長を見て頬が引きつった。うちのシューちゃんは可愛いからそういうの似合っちゃうんだよね。気なされてる気分です。趣味か？この学ランは課長の趣味なのか？弾丸からの遮蔽用に特殊防弾樹脂の学生釜を用意したからとセットで服もお用意されたのだが、さっきのスナイパーライフルが学生釜で防いだの確かに、なんか特殊な加工をしないと無理だね。貫通されちゃうよね、普通に学生釜だったら。それも疑わしくなってくる。ちなみにさっきの活躍映像、しゅうちゃんの成長記録ボリューム256に保存することにした。多いな。俺はすっかり大人です。成長記録はもう必要ないと思います。私の老後の楽しみを奪うつもりか？老後に大事に見るのかい。人の子を喜ぶ悪趣味、早くやめろ、チュートルンだ。しゅうちゃん冷たい。本当もう体揺らしながらブースか言うんじゃない。本当女子か。まあこれが面白いんだけど。さっき俺と課長の間から複雑だってそう言ったよな。覚えてるか、プレイヤー。覚えてます。あまりお知らせしたくない事実だが、実はこのヒゲのおっさんは俺の父親代わりでもある。こっちだった俺を引き取り、ここまで育ててくれた人なのだ。とても有能で情に熱い人なんだが、誰が見ても分かる通り趣味が悪い。昔俺に自分のことをパパって呼ばせようとしていた。思い出すだけでちょっとブルーな気分になる。おふざけはここまでにしよう。仕事の話だ。キリリッとしたね、急にスイッチモードじゃない、仕事モードスイッチオンって感じだね。キリッと課長の表情が引き締まる。次の任務ですか？そうだ、お前にしかできない特殊な任務だ。その言葉に俺の胸はちょっとだけ高鳴った。俺にしかできない任務、俺にしかできない。新米を若造よと言われ続けてきたこの俺に、俺にしかできない任務がついに。やってくれるか？やります、ぜひやらせてください。課長はとても嬉しそうにうなずいた。それが悪魔の笑みだってことに俺は気づかなかった。舞い上がってたからな。では任務の説明をしておこう。はい。とその前に、課長がディスク上の内線電話に手を伸ばした。ああ私だ、修士が帰還した。例の潜入キットを頼む。タイプは ISCO だ。なんかどっかの企業の略称みたいな感じになったよね、 ISCO。 潜入任務なんですか？珍しいなと思った。自分で言うのもあれなんだが、俺はまだ新米だ。経験の浅い若造だと仲間からも言われている。通常潜入護衛任務にはそれなりに熟練したエージェントを使う。単独での護衛任務になるケースが多いからだ。今回のセシリア護衛任務だって
実は俺の他にも数名アイギスの護衛がついていた。俺が単独で守りきったわけじゃない。詳しい話は装備が到着してからだ。まあ今回の任務はかなりハードな。失礼します。例の装備をお持ちしました。あ、先輩だ。コールサインシールド3の宗像先輩。彼も随一の剛腕怪力で元アマレス世界王者。アマレスはアマチュアレスリングの略なのかな。早かったな。では早速頼む。はっ。ガシッと俺は肩を押さえつけられた。え、先輩？動くなよ、シュージ。え？その瞬間、俺の服は乱暴に剥ぎ取られた。んにゃーん、やめ、ちょ、何してるんですか？チタバタ、チタバタ。こら、暴れるな。手足を動かして抵抗を試みるが、逆に服を脱がせやすくしただけだった。やめ、ちょ、なあ。な、先輩、一体何がしたいんだよ。なーに、天井のシミでも数えてりゃすぐ終わるさ。一昔前のなんか夫婦の夜の営みみたいなこと言わないで。いやーん、なあ、すね毛を剃るな。にゃーん、なぜそんなことをする必要が。みにゃーん、ひたすら悲鳴です。課長、装着完了いたしました。ん？ご苦労だった。な一体何がどうなって。見るがいい、修士。ドンと課長が俺の目前に鏡を置いた。当然俺はその鏡を覗き込んで。なご注文通り ISCO 整えてあります。はい、田舎っぽく素朴で S、 そばかすの似合う女の子。めっちゃ生き生きと言うな、本当も。 C、 ちょっぴり見た目はダサいけど。お、お好きな人にはたまらんですたい。唐突な博多弁、博多の人なの。 ISCO ってそういうことねっていう。まさしく ISCO、期待通り、宗像。はっ、強烈至極に存じまする。なんだよこれ。お、女？女？似合うぞ、シュージ。ちょっと待てこら、おい。シュージ、口を慎め。誰が慎むか。なんなんだよこれ、装備って女装のことなのかよ。その通りだ、シュージ。お前には助走してもらわねばならない。胸パッドは特殊加工で防弾性だ。すごいだろう。すごいね。っていうか胸パッドに特殊防弾性って、胸で防げと、胸で銃を防げと、そりゃすごいけどさ。今回の任務は私立セントテレジア学院へ潜入し、要人2人を護衛すること。そして私立セントテレジア学院はカソリック系の完全寮制女子校だ。女子校？うん。女子校に単独潜入？うん。運で済ますな。降ります？そんな任務降ります？降りられません。降ります、俺には無理です。女が苦手だったのにまともな護衛ができると思えません。こんな任務まっぴらごめんです。さっきはできたじゃないか。最後は鼻血出してぶっ倒れてたけど。さっきとは状況が違います。女の子に囲まれて護衛するなんて自分には最悪の環境です。私立セントテレジア学院といえば、高級官僚や財界の親を持つ娘が通うことで有名なお嬢様校。培養された清らかな百合の花たちがお茶会を催しているような場所なんだぞ。ごきげんようとか言うぞ。もう完全に課長の趣味が入ってんな。だからどうした。最高の環境じゃないか。キュピーンじゃないよ。そうは思えません。頼む、任務を引き受けてくれ。俺たちの任務に失敗は許されません。それでも俺に行けって言うんですか。
うん、でも失敗しちゃダメ。むちゃくちゃなこと言うな。他に誰がこの任務を引き受けるんだ。そんなの知りませんよ。シールド4、三上さんがいるじゃないですか。三上さんは女性だし、うってつけです。三上に女学生の真似をしろというのか。お前、それは無茶すぎるだろう。助教師としてならともかく。ちなみに三上先輩は死者誤入すると40歳の淑女。しかしそれ三上さんに失礼じゃないかい。じゃあ助教師として潜入すればいいじゃないですか。ダメ、教師じゃ四六時中ターゲット見張れない。全寮制学校だって言っただろ。まあ確かに生徒と教師がずっと一緒にいるのおかしいしな。ますます無理です、女子寮で生活なんて。お願いったらお願い。この言い方かわいい。嫌です。これは命令だ、シールド9。う、私の趣味はあまり入っていない。多分殴ってもいいか。いいと思う。これはお前の体育護衛能力を考慮した上でのプランなのだ。是が非でもやってもらう。ふざけているわけじゃない。これは仕事だ。ああ分かってるさ。断るなんてこと俺にはできない。でもよりによって女子校。修二、分かりましたよ。行きます。行けばいいんでしょ。わーいわーい。パッパカパーじゃないよ。ほんとワイワイでもないよ。いい年したおっさんがもう。やったー。宗像さん映像がないけど声が特徴的すぎんな。やったーの棒読み。やったー。畜生、殴りたいこの二人を。で誰を護衛するんですか。ああ護衛対象はこの二人だ。デスク上のファイルを課長が投げてよこした。一人は3年生の春日崎由紀乃、そしてもう一人が2年生の椿原蓮。かわいいな。俺に女のことはよくわからないが、多分この二人はかなり美形だ。美人だとは言わないのね、美形だ。でも彼女たちが女であることに変わりはない。女は異星人と同じだ。あんなふにふにした胸を持つ軟体動物など俺には理解不能だ。そこまで言っちゃう。孤児の頃から周囲は男ばかりだった。それが当たり前の生活を送ってきた。そんな俺が女子校に潜入ってたちの悪いジョークとしか思えない。彼女たちは現在とある事情から陰謀に巻き込まれる危険性をはらんでいる。すでに警備体制は整っているが、ここ数週間不穏な動きがあって警護の強化が必要になった。はい。最も護衛しやすい形を考慮した結果、学生として潜入するのが一番だと判断した。もう一度髪の中を覗き込んだ。目元まで隠れた前髪とそばかす化粧、立ち方や仕草は全く女には見えない。それでも女に見えるってのか。これはやばい、絶対バレる。だいたい成人男子が女装して女子校潜入ってどう考えたって無茶だろ。身長は低めだし、顔は可愛いし、声も高いし、何にも問題ないじゃないか。絶対課長親バカ入ってる。課長の目は押し穴ですか。とにかく頑張りたまえ。着任は明日。すでに学院に転入の件は連絡してある。あ、明日からかよ。随分と急だな。明日からお前の名前は山田妙子だ。田舎の大地主の娘ということにしておいた。寮の部屋もすでに用意をしてある。相変わらず準備には抜け目がないな。春日崎由紀乃と椿原蓮には正体を知られないようにしてくれ。もちろん理事長以外の者にも。はい。その他今回の件の資料は明日までに読んでおいてくれ。健闘を祈る。頑張れよ女装少年。最後におちょくっていくなし。少年じゃありません。それにしてもその格好かわいいな。ほんと、もう頬をあからめて言うんじゃないよ。やっぱりパパってよ。呼びませんわ。
おお、偉いぞ修二。すでに任務に入り込んでいるな。今のはそうなのっていう。テレジャー学院にふさわしいお嬢様だよ、シューちゃん。その調子だ。は、こんな格好してるからつい女言葉に流されちゃったい。うーん、女装してお嬢様が通う学校に転入か。つーか、絶対にバレると思うぞ、これ。ため息をつくたびに愚痴がポロポロとこぼれる。かくして、俺の受難の日々はゆっくりと幕を開けたんだ。如月修二ではなく山田妙子としてのセントテレジア学院での日々が。一つのゲームにすでにオープニング曲が2つある。すごい力の入れっぷりね、ほんと。まあそんなこんなで体験版やった範囲はここまで。やって面白いなと思って製品版買いました。もう課長とやりとりが最高すぎる。もう ここから先あまり課長とあれこれしなくなっちゃうんだろうけど、まあこの波乱万丈の生活楽しんでいきたいね。まあエージェント活動をしながらちゃんと女子としてバレてはいけないというスリングも体験しつつ、恋愛要素も育んでいくんだろうね、多分ね。まあ楽しんでプレイしていけますのでよろしくお願いします。というわけでご視聴どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価のボタンをポチッと押してくださると幸いでございます。それではまた。